こんにちは、ミニマリストの友です。今日は朝から雨が降ってます。出かける時の雨は嫌ですが、晴れが続いた後に降る雨は僕はなんだか安心して好きです。今日はいつもと思考を変えて、僕がベランダでやっているガーデニングの雨の日のルーティーンを紹介したいと思います。これが僕のベランダの様子です。いろいろ花を育てています。2x4 の木材を使ってなるべく日当たりがいいように工夫しています。全体はこんな感じです。睡蓮鉢でメダカの飼育もしています。これはゼラニウムという花です。寒さで若干紅葉してますが、最近暖かくなってつぼみや葉っぱが増えてきました。これはラナンキュラスという花の寄せ植えです。ラナンキュラスはここ最近安くていい苗がたくさん出回るようになったので、冬から春までの球根植物としてとてもおすすめです。これはサントリーフラワーズのビオラのミルフルというビオラです。フリル咲きの可愛らしいビオラです。これはナゴミモモカシンシンという名前のビオラです。色が特徴的で可愛らしいです。これはタティの種のエニナルスミレというパンジーです。とても強くフリルが出る品種でおすすめです。これもサントリーフラワーズのボンザマーガレットというマーガレットです。秋に買って秋から春までずっと咲いてくれるし、すごく大株になるのでとてもおすすめな花です。こっちは八重咲きの品種です。やっぱり八重咲きよりもリーフ咲き、一重咲きの方が成長が早くて花がたくさん咲くなという印象です。今は暖かくなってきたので、こっちの八重咲きもたくさん咲くようになりました。これはフクシアという花です。夏、真夏と冬以外はずっと咲いてくれるとても優秀な花です。ここ葉っぱとか花柄が落ちるので掃除は結構大変かもしれません。あと多肉植物を増やそうと思ってカットしてここに干してあります。あとプリムラジュリアンがここに植えてあります。日当たりが悪くても咲いてくれるのでこっちで育てています。あと下にハボタンの寄せ植えがあります。白竜と、ワイヤープランツスポットライトと一緒に寄せ植えにしてます。犬が新芽を食べてちょっとおかしいことになってます。まずほうきを使って床を掃き掃除していきます。結構公園が近くにあって、落ち葉とかあとグラウンドの砂とかがすごく飛んでくるので、こういう風に掃き掃除をやります。植物を育てているので、その葉っぱとか花びらとかもよく落ちています。このほうきはカインズホームで購入したほうきです。ちょっとボロいですけれども、化学繊維のほうきで水にも強いですし、耐久性もあるので気に入ってます。前はイケアのウッドパネルをこの床に敷き詰めていたんですが、やっぱり掃除がしにくくて砂とか土が溜まっちゃって結構虫が湧いたりとかもするので、掃除しやすいということを優先して取り外してしまいました。やっぱりウッドパネルがあった方が見た目にはいいんですけど、かなり掃除がしづらいなと思ったので結局手放してしまいました。今日はそんなにゴミが集まらなかったですね。全然少ない方です。で最後にこの無印のチリトリとほうきを使って集めます。この無印のほうきとチリトリは柄のところがちゃんとくっついて収納できるのでとてもいいです。
フローリングワイパーの先も取り替えてこのほうきにすることもできます。こういうふうに砂ぼこりがたくさん飛んできます。こっちの方も触るとザラザラしていて手に砂がつきます。ほんと細かい粒子の砂がよく飛んできます。これを今日はシャワーで流したいと思います。ゼラニウムとか葉が大きい植物にも結構ほこり砂ぼこりが溜まってしまっています。このホースを使っていつも水撒いてます。これもカインズホームで購入しました。ホースの先のシャワーノズルが元々のものはちょっとあんまり良くなかったのでそれだけ買い替えて使ってます。キッチンの蛇口のこの部品を外してホースと取り付ける部品を取り付けていつも水を撒いています。ちょっと片手で取り付けづらいですがこの部品を1個くるくるってつけるだけでホースと接続できるようになります。はい、これで接続できました。あとは水を出してシャワーで流していきましょう。はい、本当は花には水をかけない方が傷まなくていいんですが結構全体的に砂ぼこりがかかっているのでこうやって上からザバザバとシャワーをかけていきます。結構乾燥させるとうどんこ病っていう病気が出たりとかあと肌にとか虫がつく原因にもなるのでそれを予防する意味でも全体的にシャワーをしていきます。こういうベランダに置いているものにも砂ぼこりが溜まっているのでシャワーをかけます。さっきの入れ物の砂もきれいに流れました。雨の日じゃないと水しぶきが飛んだりするのでこの作業は雨の日だけにしています。ゼラニウムにも水をかけてきれいにします。これはミニバラですね。多肉植物も結構雨で濡れちゃってるのでこの際全体的に水で流します。これはクレマチスピクシーっていう名前のクレマチスの仲間です。黄緑色の花が春にたくさん咲いてくれます。これも 4,5 年ぐらい育ててますね。つぼみがすでにたくさんついてくれてます。こっちのフクシアもたくさん水をかけます。結構ハダニとかホコリダニがつきやすい植物なので特に夏はシャワーが必要だと思います。ジュリアンも水をやります。ハボタンの葉っぱもきれいにしていきます。最後にこの床に水をまいて床にたまった砂ぼこりを流していきます。ウッドデッキをやった時も水はまいたりしてたんですがそれでも全然めくると汚れがたまっていたのでやっぱりウッドデッキを外してよかったなと思います。次の水やりを楽にするためにジョウロに水を溜めておきました。このジョウロはすごく僕が気に入って使っているジョウロで10リットルの大容量のジョウロです。これを2回ぐらい汲めば大体全体的の水やりが終了します。こういう農薬のボトルも結構砂で汚れるので水で流していきます。農薬は3種類をローテーションして使うことで耐性を持った菌や虫が出てこないのでおすすめです。最後に排水口に溜まった落ち葉などを集めます。こうやって素手でいつもやってしまいますが結構虫が潜んでたりすることも多いです。ガーデニングやってると虫にも慣れて僕はあんまり気にならないですね。ゴミ箱の代わりにこの素焼きの鉢を使っています。花柄を取った時とかもここに捨てていきます。
素焼きの鉢なので水がたまらないですし、中のものが乾燥しやすいのでゴミ箱の代わりにとてもいいと思います。反対側の排水口も手でゴミを取ります。結構水をまいていた時にカメムシの匂いがしてきたので、冬眠中のカメムシが驚いて匂いを出したのかもしれません。最後に放置の砂ぼこりを取っていきます。さっきの砂ぼこりがあったところもこんな風にきれいになりました。ついでに水蓮鉢に落ちた落ち葉や花びらなんかも集めます。まだメダカはあんまり動き出してないですね。結構冬の間に水草はほとんど枯れてしまうことが多いんですが、今年の冬は暖冬だったので結構浮き草なんかがまだ枯れずに一部残ってます。今取ってるのはスネールっていうちっちゃいタニシみたいな巻貝なんですが、結構勝手にどんどん繁殖してしまうので、これも見つけ次第捕まえて取り除いています。一見するとちょっと緑色の汚い水に見えますが、これは植物性プランクトンが繁殖している水で、青水という状態でメダカの飼育には適した水です。この青水の白いバケツ2つには去年生まれた赤ちゃんのメダカが冬越ししています。まだ小さいですが、みんな頑張って冬越ししてくれました。ではこのホースの部品を外します。このホースは確か10メートルぐらいあって、結構そのキッチンにつなげてその下まで垂らして車を洗車する時にも使っています。また元の位置に戻しておきましょう。結構ホースはブルーとか鮮やかな色が多いんですが、このホースはちょっとグレー調というかベージュっぽい色で僕は好きです。水をまいてこんな風にすっきりしました。普通花壇とかに植えてる花だと雨のたんびに水が流れると思うんですが、ベランダだとどうしても雨が当たらないので、こういう風にシャワーで水できれいに流してあげて、ついでに砂ぼこりの掃除もしています。これで僕が雨の日にやっているガーデニングのルーティーンは終わりです。僕は部屋の方はミニマリストとしてなるべく物を置かないようにしていますが、ベランダでガーデニングは結構大学生の時からやっていて、ここの部屋を借りる際にもベランダガーデニングができるベランダのスペースがあるということでこの賃貸を選びました。それでも以前はウッドパネルを敷き詰めていたり、ラティスを置いて植物を引っ掛けていたり、その鉢の数も100以上たくさん育てていてごちゃごちゃしていたんですが、今はウッドパネルも撤去して、ラティスも撤去して、お気に入りの花だけを育てようということで、なるべく花の数も厳選して少なくしました。育てていた植物を減らすときに基準にしたことは、開花時期が短い多年草は手放しました。多年草は開花時期以外の観賞価値が結構下がるものが多いので、そういう植物は一旦手放しました。あとは冬の間に室内に取り込む必要がある耐寒性の低い植物も手放しました。それと以前は挿し木で植物を増やすことも好きでやっていましたが、今はそのスペースの関係もありますので、なるべく植物を増やすこともセーブするようにしています。毎年必ず育てたいというお気に入りの品種の花を育てています。それプラス新しく登場した新植とか新しい品種の植物を少し育てるようにしています。以上で今日の動画は終わりです。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。